前に入ったら買うよ。
Thank you.
山下の良さについて語っていただく、また考えていただくことも大切だと思いますので、今日のリニューアルに移りまして、ライトを受け取っとるので、映像的には問題ないということで、理解させていただきたいと思います。まあ、水が風邪ひかないように楽しんでいってください。ありがとうございました。それではここでこれからのスケジュールと注意事項をお伝えいたします。この後点灯式を行います。点灯式の後、後ろのあちらにあります旧亀山城多聞櫓に市民の皆様が行燈を制作している映像、懐かしの亀山の画像、さらに市内の小学校5年生の児童の絵画、あったらいいなこの町未来の亀山を上映、そして最後にプロジェクションマッピング雲頂城の赤い化粧の上映となります。この映像はこの亀山西小学校のグラウンドからご覧くださいます。また亀山西小学校校舎へライブ映像を映し出しますので、合わせてご鑑賞ください。なお鑑賞者の殺到による混雑を避けるため、道路や歩道からの鑑賞はできませんので、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。それではこれから点灯式を行います。点灯していただくのは桜井市長、永田県議、谷岡委員長、同じく神山文化年2014運営委員の皆さんです。お願いします。ありがとうございました。それでは映像を投影いたします。これより旧亀山城多聞櫓に映し出されますのは、本日のイベントに向けて多くの皆さんが行燈を制作してくださっている様子、懐かしの亀山の映像と市内小学校5年生の児童が描いた未来の亀山の絵、続けてお楽しみください。準備が整うまでしばらくお待ちくださいませ。なお観覧は、西小学校グラウンドの中でお願いいたします。通行止めになっておりましても、道路でのご観覧はご遠慮くださいませ。
とうございました。はい。はい、本日のイベントは西小学校グラウンド内でのご鑑賞になります。道路や歩道でご鑑賞されている方お願いいたします。グラウンドの中へお入りくださいませ。はい、メインイベント前のお願いでございます。今から映し出されますプロジェクションマッピングは亀山西小学校の中、グラウンドの中でのご鑑賞になります。道路でご鑑賞されている方お願いいたします。グラウンドの中へお入りくださいますようお願い申し上げます。はい、道路が大変混雑しております。グラウンドの中へお入りくださいませ。本日のメインイベントプロジェクションマッピング雲頂上の明かり化粧を上映いたします。上映に先立ち制作者の滝本健太さんからメッセージをいただいております。ご紹介いたします。歴史ある家紋櫓に投影するにあたり和のイメージを盛り込んでみました。映像音楽ともにオリジナルです。本日一度限りの家紋櫓の姿をぜひ皆様お待たせいたしました。これよりプロジェクションマッピング雲頂上の明かり化粧を上映いたします。旧亀山城多聞櫓が明かり化粧をまといます。普段とは一味違う明かりで彩られた多聞櫓をぜひお楽しみください。それでは5からカウントダウンをお願いいたします。ぜひ皆様も大きな声で一緒にカウントダウンをお願いいたします。いきます。5、4、3、2、1スタート。
をもちまして神山フェアイリュージョン本庁業務係で賞を終了いたします。なお道路は大変混雑しております。皆様足元暗いです。気をつけてお帰りくださいませ。上映中も道路や歩道で混乱していたお客様大変ご迷惑をおかけしていますが、今からたくさんの方が帰ります。ぜひ足元に気をつけて皆さん怪我などなさらぬようゆっくりゆっくりとお帰りくださいますようお願い申し上げます。本日は皆様ありがとうございました。お帰りは足元暗いです。ぜひお怪我なさらぬようゆっくり進んでください。